はい、皆さん、こんにちは。ノッツォでございます。ということで、今回ですけど、久しぶりに実写の方を、撮っていくんですけども、今回ね、まあ、食べてみたみたいなね、動画をね、撮っていこうと思います。はい。今回買ってきたのが、こちらです。はい。0秒チキンラーメンカレー味ということで、ちょっとこれ、あんまりなんかな、ちょっと前に0秒チキンラーメン、まあ要はお菓子感覚で食べられるチキンラーメンっていうのが販売されて結構話題になってたんですけども、なんとそれのねカレー味が出たということでちょっと買ってみました。結構前に出たみたいなんですけども、なんかね安くファミリーマートさんで73円でね売ってましたんで、購入してみましたと。で、一回ねスーパーで見かけたんですけど、お菓子コーナーとかじゃなくてなんかカップ麺のコーナーにこれが置いてあった。その時にちょっと気になっていたんですけども、まあちょっと見送ったって感じで、今回ね、まあちょっとたまたまコンビニ行ってたまたま安くなってたんで購入してみました。うん、前から気になってたからね。チキンラーメンカレー味。そもそもチキンラーメンにそのカレー味って多分ないと思うんですけど、一体どんな感じなのか、ちょっとね、食べていきたいなというふうに思います。はい、ということで、開けましょう。うん。開けるとね、普通にチキンラーメンっぽい感じな、ああ、匂いは超カレー味。ああ、これさ、なんかもうかじるようなんだけど、よく作るさ、袋麺のチキンラーメンの、なんかあるじゃん。あれの大きさで真ん中に卵入れる場所がついてんの、これもう、面白いよね。卵つけて食べても美味しいの、これ。ちょっと食べてみるわ。ちょ、ポロポロこぼれるからちょっと嫌なんだけど。じゃあいただきます。あ、まあ、カレー味といえば、カレー味かな。いや、チキンラーメンの強さ残しつつ、カレーの味もするみたいな。あ、でもうまいわ。お酒のつまみにいいかも。うん。めっちゃうまい。なんで安くなってた？ね、色もね、ちょっとわかるかな？濃いんだよね。ちょっとこれ全部出すとボロボロこぼしちゃうんで、ちょっと先っちょからちょっと分かってほしいんだけど、ちょっとね、色が濃いんだよね。カレー味だからか知んないけど。めっちゃ、うまい。これ、ポロポロこぼれるな。あかんな。うん。うん。うん。もう下、これ、ティッシュかなんか。聞かねえと。食えたもんじゃねえぞ、これ。カレーうま。までなんか大量に置いてあったから、もし寄ったら行って、買ってみようかな。うん。マジで、うまい。ちぎって食べた方がいいかもしれない。かじるより、ちぎって食べた方がいいかも。チキンラーメンかじる、じゃあかじるじゃねえよ。ちぎるってなんだよって話だけど。ちぎって食べてください。かぶりつくと、ポロポロこぼれます。うん。はい。ということで、これね、全部食うとかちょっと時間かかっちゃうんで、まだ結構残ってるから。ゼレビオチキンラーメンね。カレー味。食べてみた。美味しいんでね。もしよかったら買ってみてください。はい。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。